ベール・ヤコブソンは、スウェーデンの経済学者、1956年11月21日から、国際通貨基金第3大専務理事に就任し、1963年に死去するまでその任にあった。スウェーデンのベストラ・ライエータランド兼、タヌムに生まれたヤコブソンは、ウプサラ大学から法学と経済学の学位を得た。ストックホルムで一旦教職につき、グスタフ・カッセル、クヌート・ビクセル、 ベルティロリーンらと接触しながら学術論文を発表した。1920年から1928年まで国際連盟の職員となり、ロンドン、ジュネーブ、ウィーンなどで経済情勢分析の報告書作成の業務についていた。1928年にはスウェーデンに帰国し、政府の経済防衛委員会の事務局長となった。その後、 イーバルクルーガーの下で顧問として働いた。ついで1931年からは国際決済銀行に勤め、1956年まで顧問権通貨経済部長として在籍した。国際決済銀行経済顧問としてスイスに駐在していた1945年、同じく国際決済銀行に出向していた横浜証金銀行の北村幸次郎、吉村正の両名と、 アメリカの情報機関戦略情報局のアレン・ウェルシュ・ダレスとの間で日本の終戦工作の仲介を行った。1946年10月、世界銀行の経済顧問となった。そしてヨーロッパ支払い同盟の構想にポンドを含むよう訴えた。1956年12月、ヤコブソンは IMF の専務理事となり、1963年5月5日に、 死去するまでその座にとどまった。インターナショナルマネタリー・プロブレムズ、1964、ヤコブソンの娘で芸術家であったモーイラは、初めて1マイルを4分以内に走破したことで知られる、イギリス代表のオリンピック選手で医師だった、ロジャー・バニスターと結婚した。ヤコブソンの没後、遺族の意向によって、ペール・ヤコブソン財団が設立された。その目的は、 国際金融問題についての議論と、この分野の基礎研究を支援することにある。ありがとうございます。